こんにちはお待たせしましたはじめまして,まして本日のゲストはハーブ男子ことタカさんですいらっしゃいませありがとうございますタカさんでいいんですかタカさんですね一応ハーブ男子という名前で一応やらせてもらってますはじめましてなので簡単に自己紹介いただけると幸いですあはいえー、っとまあ 私、ハーブ男子はですね、まあ年齢は今20代後半なんですけども、<ー>えー、まあ YouTube は2022年の11月頃に始めまして、で、まあハーブ男子ってまあハーブって名前の通り、最初ハーブについて発信する予定だったんですけども、まあ途中でちょっとハーブじゃなくて別の発信もしたくなって今ではちょっとジャンルに関係なくいろんな発信をさせていただいてます。一応三成統系の YouTuber みたいな感じで、 認識されてます。はい、はい、ありがとうございます。古い順に並べ替えて、ハーブ男子さんの動画見ました。そしたら、はい、あ本当にハーブやってたんだと思って。<laughs> まあそうですね。ちょ農業もちょっと関わってた人間ですかね。はい、うーん、はい、ちょっとそこら辺のところを。まあ、ご自身の中でどれぐらいこう。オープンにしてされるかっていうのは、はい、ね。顔出しする方しない方とかいろいろあるので。 それはもう自分で判断されて、はい、答えたくない質問は答えなくて構いませんので。わ、はい、かりました。はい。ください。はい、えー、今、お住まいはどこら辺なんですか<と>関東。神奈川県の西部ですね。うん、なるほど。はい。大生まれがそっちお。生まれは岡山県です。お、そうなんですね。はい、まあ、田舎ですよね。まあ、結構田舎です。はい。 そこから、えー、もう、小中高校生ぐらいまで、岡山ですかえっと、小学校5年生の時に、まあ、あの仕事の転勤で、こっちに押してきまして、うん。なるほど。じゃあ、地元はそっちなんですね。そうですね。うんそこで、学校出て、なんか働かれるんですか学校出て働いて、で今、あの、もともと会社員だったんですけど、 今は、とりあえず自営でやってます。専業 you YouTuber?YouTuber は正直全然儲かってないですよね。けどまあ、まあ、ちょっと、本当にすずめの涙みたいな感じですね、YouTube。そうなんですよね。なんか、再生数稼ぎだとか、お金稼ぎだろうみたいに言われるけど、はい、やってみろって言いたくなりますよね。稼げるもんかと。そうですね。なんかもう、1日のバイト代が、 月の YouTube の月収みたいな、なんかそういう感じです。ですよね。はい。うんと,ちょっと、ね、みんな分かってないんですよそこらへんね。そうですか。はい。賛、ま、成、あ、党チャンネルっぽく位置づけられてるっていうお話でしたけど、賛、え、成、ー、党との出会いを教えてほしいです。賛成党と出会ったのは、2022年の参議院選のちょっと前ぐらいうんで。その時っていうのはちょうど SNS が。 でなんかバズってたと思うんですけど、うん、で、僕もたまたまそれを目にして、まあ、それで参政党を知ったっていうのがきっかけです。なるほどえ。知って、もう即入党ですか。どんな感じですかもう共感したわけですよね、最初は。はい。まあ、最初、神谷さんの演説見て、うん、まあ赤尾さんとかも含めてですけど、あなんか面白いなと思って、すぐには入党してないんですけど、うん、そこから徐々に、まあ、直接、 街頭演説見に行くようになってっていう感じですね。そしてどういったところに惹かれたんですか。そうですね。なんかまあ、僕のイメージでは街頭演説ってなんかつまらないイメージがあったんですけども、うんうん、まあ、ゴレンジャーの人たちはなんかすごい面白い引き込むような演説をするなと思って、うん、ま本当に政治っていうよりかなんか講演会聞きに行くみたいな感覚。 でちょっっと引き込まれてった感じですねじゃあゴレンジャーの誰に惹かれ一番引かれて入,入ったんですよね党員になった。党員になりました。はい、ですよね。誰に引かれてだとか国守りだ、オーガニック、そういう農業だ、食家とか、うんうん、あと半グローバルだとか、まあ、いろんな引、はい、っかかりポイント、フックがあると思うんですけど、はいまあ、これだっていうのはあったんですか、はい、そうですね。 参政党を支持した理由として、まあ、政策ですよね、政策は、えーまあ、ちょうど,ちょうどあの有機農業に興味があったんで、参政党ってこう観光農法のなんか農薬とか化学肥料、うん、あんまり良くないよねって、いうでちょっと勇気推しだったんで、ちょうどその頃僕も有機農業の学校にちょっと通い始めたぐらいだったのかな。 だったのそこでまず指示したっていうのとあとお注射の件結構すごいご了承してたと思うんですけど当時の僕っていうのはそのマスクだったりとか机のなんか居酒屋とかよく透明の板とか敷いてあるじゃないですか真ん中に、はい、アクリル板か。うんうん、というのも全然意味ないと思ってたしそのお注射も強制するのは良くないなと思ってたし、まあ、そこら辺もちょっと。 僕の意見と似てたので、はいうん、その二つですね、主に。農業と補充した。やっぱりそういうコロナの時期だったし、はい、それが一つきっかけではあったんですね。そうですね。そこで僕もちょっと不満を抱いてたというか。だけど、その時、結構周りからの賛成党員へのこう、うん、目って厳しかったんじゃないですか。そうですね。 なんであの人たち、あの集団だけマスクしてないのみたいなの参政党に対する目は厳しくなかったと思うんですけど、うん、そのお注射の件ですよね、みんな周りマスクつけてるし、うん、っていうので、その中でこう言っていくっていうのは、ちょっと勇気がある雰囲気でありました、ね、どれぐらいの深さでこう活動されるんですか。 ぜひ、ハーブティーとか飲みながらやってくださいね。<laughs> 私もハーブティー飲みますから。<laughs> ああ、はい。<laughs> うん、活動はそうですね。えっ、ー、と、まあ、僕、まず、神奈川の、まあ、西の人間なんで、参政党で、えっ、ー、と、佐野るみさんって知ってますわかんないです。あの、恵比寿で、恵比寿じゃないが、海老名で当選した議員がいるんですけど、うん まあ今、あの人も参政党でちょっと有名な存在になりつつあるんですけど、<ー>まそこら辺の、あと僕のチャンネルに出ていただいたその平野めぐみさんっていう人もいるんですけど、<ー>その今国政改革委員か。まあ、その中のメンバー、グループにいたっていう感じですね、まず。そこに入って。<ー>で、ビラ配りだったりとか、街、ま、頭、あ、演説はほとんどやってないんですけどあの、ビラ配りと、あと、ポスト。 ポスティングポスティングをやったりとか、うん、あとそういう参政党の集まりみたいなのがその神奈川であったんで、そういうの出たりとか、まあ、タウンミーティングも結構出たと思います。あの、うん、政治資金パーティーも2回出てる、はい、っていう感じです。でも結構、労働とお金と費やした。そうですね。まあ、寄付とかはしてないんですけど、うん。うん まあでも政治資金パーティーとかもお金払うんですよね。はい、まあ当たり前ですけど。政治資金パーティーに関しては、ちょっと2回目行った時はその朝市春さんっていいじゃないですか。<う>朝市春さんがこうインスタで100名だったかな。こう無料で招待しますみたいなあって、うん、それにたまたま当選して、うん、んか実質タダで行ってます、ねはい。なるほどですね。はい、うん でそこで活動されてきたけれども、はい、どこら辺からちょっとおかしいなって思い始めたんですかま最初ちょっとおかしいなと思ったのは、えっと、赤尾さんと松田さんが法に外されて、うん、それに対してそうあの神谷さん会見でちょっとちゃんとした理由を明かしてなかった、うん、でその時の僕っていうのはあの まあ不信感というよりか、ちょっと不安になったっていう感じですね。うん、で、そこから武田さんが例のあの動画をたくさん出し始めるじゃないですか。うんうん、そこで、その時にようやく、あの、賛成党、まあ、っていうか、神谷さんに対して、ちょっと不信感が湧いてきまして、で、そこからさらに、賛成党に声を上げてきた人ですよね、今まで。そういう人たちの声を聞いていくうちに、うん まあちょっとこれはおかしいぞっていうことに気づき始めて、で今に至りますなるほど。なんか動画の中では、はい、自分がおかしいと思う、まあ、ちょっと前から、そのウェピーさんっていう人が言っていたと。はいはい、で、ああ、そういうことだったのかみたいにおっしゃってませんでしたっけウェピーが最初、まあ、神谷さんに指摘した動画を出したときっていうのは、うん、僕まだその、 賛成と支持してる状態でして、上、うん、ピー何言ってんだっていう感じでしたね。なるほど。うん、ただその後に武田さんがまたこう立て続きに動画出して、うん、そこでようやく気づいたっていう、うん。なるほど。ヨシリンはどうでしたっけその武田さんの後でしたっけ前だったかな武田さんの後にヨシリンも続いて、やめたか神谷さんをなんか批判し、批判というか、うんうん カルト制度になり下がってしまったみたいなことを言い出して、うんうん、みたいな流れだった。そこのヨシリンに関しては、なんか答え合わせみたいな感じになってた感じですかね。そうですね、武田さんでこれおかしいって気づいて、そこからさらにこう,うん、うん、赤尾さん、ヨシリンとか、うんうん、だから本当に犯罪でいうと、目撃者がどん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 増えていくみたいなイメージだと思うんですよ。一、うん、人だけ、証言者が一人だけだったら、この人、嘘ついてんだとか。 藤村さん、どうせ怪しい人だから嘘ついてんだろうってなりますけど、主要メンバーまでもがもうみんながどん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 証言していったっていうのがもう確信に変わりましたね。まあそういう意味で言うと、ウェピーよりもはるか昔に藤村さんとかは声を上げてたわけですよね。うん、そうですね。だけど、藤村さんに対しては当然、ウェピーの時も何言ってんだって思ってたってことは、もう藤村さんも 何言ってんだこの人はっていう感じだったんですかねそうですね、もう実際、藤村さんへの批判動画みたいなの、過去に上げて、で、本人動画見ましたレームが来たぐらいなんで、本当に何言ってんだぐらいの感じで、本当に今の賛成都市議者みたいな状態でした、僕は。はい、じゃあ、まあ、よく言うと、今の人たちの気持ちが分かるとも言える。うん ある程度はわかりますね。あ、うん、こういう感じで神谷さん支持してるんだろうなっていう。まあ、支持しなくなってから支持者の気持ちがわかるようになったっていう感じですかね。もう私が言うと失礼に当たるんですけど、多分、高さん、ご自身でおっしゃってるから、はい、洗脳されてたっていう言葉を使うと、自身はやっぱ洗脳されてたって思います今思うと思いますね。当時はカルトだとか、洗脳とか言われても、うん な何言ってんだこの人みたいな洗脳されてませんよっていう感じだったんですけど今客観的に見るとあもうこれは洗脳されてるなっていう感じですねまあその周りからあなた洗脳されてるのなんか賛成と宗教チックだよねおかしいねって言われた時にその中にいる人たちはどういう反応になるんですか、うん、そうですねなん,なんか自覚がないんですよね本当に自覚がないって 自分がまさかカルト宗教か、まあ、そんなこと言ったらちょっと失礼ですけど。<laughs> すごい。<あ> <laughs> 最上級の言葉を使いましたね。自分はただ正当支持してるだけだと。うん、その政策がいいと、まあ、理念とか政策がいいと思ってるから、自分はただ政治活動してるだけだっていう認識なんですね。その宗教とかカルトっていう認識は一切ないんですね、彼らは。だから,だからこそこう反発するんですけど、 まあでも客観的に見るとやっぱちょっと宗教チックだよねっていうのが、やっぱそう、そうなりますね。はい。今、タカさんは、賛成党支持の動画を上げる YouTube から、はい、ガラッとこう、賛成党批判に変わりましたよね。そうですね。はい。それが、じゃあ、松田さん、赤尾さん、こう武田さんぐらいから、色が変わった感じですかそうですね。いきなりコロッとこう、批判したわけじゃなくて、 なんか途中からちょっと中立の動画あり始めたんですね。参政、うん、党の執行部が悪いのか、それとも他の工作員なのかみたいな、うん、なんかちょっとそういう中立的な動画あげて、その後にやっぱちょっと、あ黒幕は神谷さんだったんだみたいな動画に変わってっていう、ちょっと波がありますね、それ,それは自分の中でもう答えは神谷さんだって分かってたけど、最初から言うと、パレーション大きいから、 徐々にグラデーションしていったのか？もう自分の気持ちの変遷に応じてこう。動画がそういう風に中立から反支持派になっていったのか、どんな感じなんですか？いや、本当に自分の気持ちそのまんまですね。その、うん、いきなり言ったら嫌われるんじゃないかとかじゃなくて本当に迷い迷いながらっていうか、その時の意見で都度動画出してました、ね。はい、それ、うん、で伊藤翼さんと似てる感じですね。 あそうだと思います、ねはいうん、じゃあ最初は、ちょっと仲間に対して、参政党支持の人たちに対して、はい、僕たちこのままじゃいけないんじゃないのと、変わろうよとか、うん、そういった変えようみたいな気持ちはあったんですか、うんうん、そうですね。あのまあ、やっぱ意見を上げるっていうことが大事だと思ったんで、うん、ちょっとここおかしいんじゃないですかっていう、そこをまず言いたかったんですね。うん それについての反応は、はい、それ言った時は、批判の声の方が大半でしたね。中にはちらほら、僕の意見に賛成してくれてるんですけど、僕のチャンネルって、もともと、参政党の熱狂支持者がほとんどだったんで、うんはい、そ,その分、その反発の声がすごいでかかったです。じ、は、ゃ、いうん、もう全く伊藤さんと同じですね。 はい、もうツイートしたら、めっちゃこう、張りのむしろにされるみたいな。うん、そうですね。チャンネル登録者ものすごい勢いで減りましたもんね、僕は。減りました。はいで。ピークは、今3110人ですか、はい、そうですね。もともと多分3600人ぐらい減,り、ま、減ったと思います。ええーはい。トータルで。えっと、今、減って戻ってないのか、 減って戻って今3110人、うん、ああ、そのなんか3000切るんじゃないかっていうところでギリギリ持ち直してちょっと輸送したみたいな。うん、でも、でも、ま、なんか数人下がって上がってみたいな、なんかそんな感じですね、はいうん。大丈夫です。今はね、半・4時半の方が伸びるかもしれない。<laughs> <laughs> だいぶもう、も1動画で本当100人減った時もあったし。 えー、すごく知りたいです、どういう動画が一番影響大きかったとか、竹田さん,さん批判、竹田さんを持ち上げた。参政党のアンチの方へっていうなんかタイトルの動画出して、その今までちょっと僕、アンチに対して批判してきたんですけど、そ,ねはい、それちょっと僕が間違ってた部分があるんで、ちょっとごめんなさいみたいな、こう謝罪動画みたいなの出したらなな、何謝罪してんだみたいな <laughs>。<laughs> <laughs> 叩くと思って動画開けたのに、はいはい、なんかハーブ男子謝ってるよみたいな。そうですね。何謝ってんのみたいな感じの。結構、さっきも最上級のカルト宗教だとか、はい、言葉使いましたねっていうように、見た感じすごい爽やかなのに、はい、結構断定して強い言葉で言いますよね、はい。そうですね。僕、それなんかスタイルの違いだと思うんですよね。なんか学び場さんだと、 優しい感じで遠回しに指摘するみたいな、僕は後ろからハンマーで殴るようなストレートな物言いみたいな、多分そういう芸風の違いはあると思います。はい、だけど、殴りそうじゃない見てくれだから、<laughs> <laughs> ちょっとギャップがすごいんですよ、ね、そうですね、その最小限さんっていう人から、過去に、そういうなんか、口喧嘩が強いタイプだみたいなことを言われた。 ましたそういう強,い強くはないと思うんですけどね。はい、あんまり喧嘩っ早い方ではないんですか、本当は。そうですね、まあ正義感が強いタイプではあるかもしれないですけど。今、そういったスタイルで、ちょっと賛成と、はい、まあ批判だと思うんですよ。してると思うんですけど、手応えとしてどうですかそこであ、ハーブさんのおかげで離島決心できましたみたいな反応が。はい 出てきたとか、どうなのかなと手応え聞きたいですね。今。あーそのハーブさんのおかげで洗脳解けましたっていうコメントはないですけど、ただ最初、すごい反発の声が多かったのが、まあ、今ではほとんど肯定の,のコメントが多いです。<ー>もうだんだん今では証拠たくさん出てきたから、うんうん、ああ、もう本当にその通りですみたいなコメントと同時に、こうたまになんか うちの親がその賛成投資者で、あの、その家族関係がちょっと不仲になって困ってますみたいな、なんかその娘さんからコメントくるみたいなのとかあったり、んなんかそういうのとかもちらほらありますね。私も一回ありました。それで被害者の会員に入ってるみたいな人で、はい、もう親とかが大変なんですみたいな。うん,うん。まあいろいろありますよね。で、はい、なんで、 そういういにあの手応えどうですかって聞いたのは、はい、さっきご自身が洗脳されてた時周りから言われたら、言われても、何言ってんだと、はい、目覚めてないな、みたいなことを思うのかな、みたいにおっしゃったと思うんですね。はい、で今、同じことをこしてるような気がするんですよ。はい、まあ、私も含めてかもしれないけど、はい、ちょっとおかしいよと。うん、でも、それだと、あっちガードコーナーが固めてる感じがするじゃないですか。 どんどん内向きに仲良く結束固めるみたいな。うん、だからちょっとあの我々反支持派 YouTuber はなんか連合を組むような言い方ですけど、<laughs> はい、手法を変えないといけないのかなと。あ<ー>まあ、そもそもちょっと待ってください。<の>前提として、うん、タカさんは、うん、今やりたいことは、うん、そういうふうに自分みたいにちょっとやばい参政党に信じてる人。うんうん を救い出したいとか、やめさせたいとか、はい、そういった気持ちはあるんですかそうですねあの。完全にもう染まってしまった人っていうのはもう無理だと思っていて、うん、まあ抜け出せる可能性のある人ですよね。そういう人にちょ焦点を絞ってます、ねうん、そういう意味では藤村さんと同じ法にはなってきたかもしれない。うん、そうですね。うん、救っていきたいと。 もうほっとくっていうのも一つじゃないですか。もう僕は抜けてもう関係ない。はい、でもやっぱり元仲間たちにも気づいてもらいたいということが動画の背景にはあるんですかね。そうですね。あの、その今なんか引き剥がしっていう言葉ありますけど、うん、その直接誰か説得してっていうことは一切やってなくて、うん、ただもう自分の YouTube チャンネルなんで、そこで やっぱ言いたいことはちゃんと言うみたいな。うん、あの動画内では普通に言いたいなっていう感じですね。前提の確認が終わったので、先ほどの話に戻したいんですけど、はいま、私はなんか、この、あなたたちお菓子を目覚めてっていう言い方で抜ける人はもう結構抜けてきたかなと思うんですよ。うん、あ,あとはいやま、まだ抜けてないか。まだ残ってるね。<あ>でもこう、手法はこのまま、 もっといけば、今ちょっと風向き変わってきたなと思うのか、はいうん、さっき言ったように、この方法で、他にちょっと方法あるんじゃないかなとか、ちょっと今この方でいいのかなって悩んでるとか、うんはい、そこら辺の心境も聞きたいです。ああ、でもまあ、今いい流れだと思いますけどね、その、うん、あの、今まで目覚めにくかったのが、うん あの前に文集放化が出てきて、うん、ニュースも取り上げるようになって、うん、で僕だけじゃなくてその賛成党に直接関わった人の証言も出てきて、うん、いろんなその賛成党の批判する YouTuber もたくさん出てきてっていうので、うん、目覚めやすい環境になったんじゃないかなっていう、うん、ものすごく、うん、あすごい僕はいい流れとして捉えてます今やっとこう 崩していったら崩れてきてひびが入ってこのまま同じようにこう続けていったら崩壊できるとこまで今来てるんじゃないかなっていう。はいはい、じゃ、継続って感じですね。今からはそうですね。ただ、参政党って元も々ともともと母数が多いでいくら抜けてる人が増えても、最後多分1万人とか多分残るんですよ。うんうん、一定数はうん、うん、そこは諦めるとしても、うん、もう大多数の人はもう気づくっていう状。状 実際に僕はなるということは、藤村さんみたいにもう回答させたいっていうぐらいまで思ってるわけじゃなくて、はい、もう神谷信者と言われる、うん、その人たちはもう信教の自由として残ってもらって構わないとそうですね、もうどちらにせよ、国政で国会議員出すとか厳しいと思うんですよね、客観的に見ると。うん、じゃあ、今後の、うん、予定を教えてほしいですね。 今後どういうふうに厳しくなると思いますまあ、まず次、衆議院選ですか。うん。そこで国会議員を出すっていうのが多分難しい。まあ、今の状況を見てるとまあ厳しいっていうのと、うん、ただその市議会議員とか全国にいるんで、まあ、そういうのは残ると思いますけど、うん、国政政党じゃなくなるんじゃないかなっていうのがありますね。うん、うん、政治、 ただの政党みたいな。だから力が弱まる分、その日本にとってなんか脅威にはならないっていう、かそういう未来は見えてます。うんうんまあ、でも国政政党でなくなるのは神谷さんの次の選挙までですかね。うん、その途中では。神谷さんも多分続けられなくなるんじゃないですかね、やっぱりいろいろ、そこまでは。うん、心が折れるってことですか まあそれは今、刑事事件とかそういう訴えられてるじゃないですか、うん、とかいろいろあるんで、まあ、厳しいんじゃないですか、その任期満了まで続くっていう思ってる人少ないと思います、うん、もう結構もう今、ギリギリのとこまで来てるっていうのがハーブ男子の見解ですね。うん、まあ、今すぐになくなるってわけじゃないですけど、このまま行くと厳しいだろうなっていう。 思昨日、おととい、おとといかな、鹿児島に外旋に来てたんですよ。はい、あ私、鹿児島なんですね。あ、鹿児島ですか、はいです。で、私は行かなかったんですけど、はい、私に動画を送ってくださる人がいて、その方が上野くんって、もうすごいガラガラだよって、神谷さん来てるのにって、いう動画で本当ガラガラなんですよね。 そっちの外線だとか、そっちの活動とか、まあ、SNS でも、もう結構やばい感じですか、はい、っていうのも、神谷さんが2割は抜けたけど、2>, はい、2割しか抜けてないみたいなことも言ってるじゃないですか。でも我々答え持ってないじゃないですか。はい、本因数公表してないから。はい、どう思いますそこは。まず神谷さんが2割って言ったのは、これはあの嘘だと思いますね。 あの実際2割以上減ってる、うん。この感じだと全然2割以上いってるし、もともとその当院10万人っていうのも、実はあのメルマガだけの有料じゃない人が大半だったりとか、なんかそこも曖昧じゃないですか、もともと。だ、うん、から、もともとの数字も僕は信用できないと思ってます。うん、なんか、うん、私の取材の中で有力なのは、はい、そのメルマガ十10万。で 実際のお金払ってる党員は4万だかっていうところが大阪の和也さんって元支部長だとか言ってたところだからそこら辺が本当の数字かなとは思うんですよね。うんあまあ、ただ僕の肌感覚では賛成党今ちょっと興味なくなったみたいな、うん、今ちょっと距離を置いてますとかそういう人が多いですよね。なんかたまになんか現場は いつも通りだよみたいな言う人いるんですけど。そう,そうそう。現場って多分一,一部だと思うんですよ、全体のうん、うんそ。それ以外の層は結構やめてる感じがするんですよね。そのネット見てる層とか。うん、僕もよく聞くんですよ、ね。その賛成ともうダメだみたいなこととか聞くんですよね。はい。うん、神奈川支部は、の情報は入ってるんですか神奈川支部はもう結構一緒に働いてた仲間が、はい やめてるだとかかどんんなな状況なんですか神奈川支部に関しては、もともと活発的に活動してた人は、今も一応活動はしてます。うん、た,ただちょ、ちょっとこう会に参加したみたいなような人はなんかいなくなってきてるかなっていう感じですね。中枢的な人はやめてないんですけど。うん、まあ、鹿児島支部はね、まあ、正直もう壊滅状態なんですよ。あ なんだけど、それを私じゃなくて、吉田さんっていう、鹿児島で統一地方選にも出た中核にいた人が、カピパラチャンネルに呼ばれて言ったんだけど、そしたら、あ、そうなんですねっていう、翌日、カピパラさんが鹿児島支部にチェックしたら、鹿児島支部、何も問題ないよって言われたっていうのを発信してて、みんなで今、ずっこけてるところなんですよ。<laughs> いやいや <laughs>、そりゃ、ね、電話で確認したか分かんないけど、 で、はい、問題ないよって言われて、それ、問題ないよって発信していいものかっていうね。<laughs> 取材受けた人がちょっとでたらめ言ったんですかね。よくわかんないですけど。わかんないですけどね。うん、まあまあまあ。では、その神谷さんのお洗脳手法っていう動画も上げてましたけど、あく、はい、みだと。そうです。だ騙されてしまった。僕は騙される方の人間ではないんだけどっていう話。 そこ面白かったから、はい、ぜひ洗脳手法について見解を聞きたいですね。ああ。まあ、僕はその神谷さんっていう人は、すごい、まあ、詐欺師って言ったら失礼ですけど、まあ詐欺師としてはもうかなり上位ランクの人だと思ってまして、ちょ、ちょ,ちょっとその辺の詐欺師たちがもう本当に頭のいい。だからこそ、今こうやって、 洗脳されててる人が多いっていっういや本当に僕も過去にそのネットワークビジネスとか、あなんかこう投資詐欺みたいなのとかいろいろ勧誘を受けてきて知ってるつもりではあったけど、この手のタイプは本当に初めてだなっていうのが感想ですね。うん、ネットワークビジネスとか詐欺投資詐欺とか勧誘を受けたってことですけど、うん、そこで騙された経験は騙されてはないんですけど、その。 直接そういう場に行ったりとか、うん、ちょっと商品試したりとか、パーティーみたいな、それ参加したりぐらいはありますね。熊本の市議で、はいえー、今回、伊藤さんと一緒に離島した方がいるんですよ。はい、筑紫留美子さんっていう方。あはいうん、その方は、人生の中で、ネットワークビジネス、ニュースキンにハマってたっていう時期があるんですよ。はい、そういうのを赤荒々語ったら、 なんかやっぱり騙されやすい人が入るのねとか、まあ、いろんなのが書いてあったんだけど <laughs> あ<ー>、まあ、タカさんとしては自分はそういうのに勧誘受けたけど騙されてたわけじゃないし結構ガード固い方だと思ってんだけど、うん、今回はやられちゃいましたみたいな感じですかそうですねこうなんか投資とかネットワークだとこんだけ儲かるとか不労所得がとかいう それで分かりやすいんですけど、参政党の場合、その日本を良くしていきましょうとか、子供たちの未来にっていう、それを最初強調するんで、そこが余計に分かりづらいっていうか、その自分たちはお,かせ、うん、お金稼ぎじゃないんですよとか、利権、うん、に絡んでないんですよとか、そういう、なんかまた違う形での勧誘方法というか、うん、うう感じなんで分かりづらかったですね。なんで分かりづらかったですか分かりづらかった。 動画の中では、こう、伏線の貼り方がとか、保険をかけてたとか。あ,あ、そこら辺が具体的に出てましたけど。はい。その分かりづらかったっていうのは、その僕、政治とかの知識が全然なかったんですね。で、神谷さんは、その政治の知識、それを使って、うまく洗脳してたっていうのがあって。うん、例えば、賛成党ってよく陰謀論って言われますけど、その、 神谷さんよく工作員とかスパイとか、そういう話をよくするじゃないですか。乗っ取られるとか。そこら辺の話も、その政治を全く知らない人からしたら本当なのか嘘なのかって見分けつかないんです。でも神谷さんそこのなんか知識を生かして、みんなの知らないところで、こう、うまくうまくそう洗脳に仕掛けるじゃないですけど、工作ストーリーですよね。ああいうところとかも見極めづらかったです。 そんな賢い、はい、まあ、プロの神谷さんが、はい、今回の事態はどう思ってるんですかね想定内なのか、うん、ちょっと自分が想定してたよりもやばい状態に来てるなって思ってるのか、うん、どう思いますうーん、ある程度は想定内だと思います。その、すごい計画性を感じられるんですよ、神谷さんが。その、行き当たりばったりじゃなくて、その、 工作員のストーリーとかも、ストーリー設定じゃないですけど、うん、そういう仕組みとかもそうですけど、もともと計算した上での今なんじゃないかなっていう感じはありますね。じゃあまあ、その計画で言うと、最初、ゴレンジャー体制にして票をいっぱい集めよう、はい、党員を集めようというのから神谷さんの計画で、それがうまくいったと。はい、そうですね。うん、そして集めたと でそのまま行くのも一つ賢い方法かなと私は思うんですけど、はい、でもやっぱり神谷さんとしては、はい、いつかしらこうワントップ体制に独裁にしたいと思っていたんですかね、うん、そうですねこう独裁を見据えてそ,それを実現するにはまず DIY 国民が成人参加できますよっていう感じにしてっていう。うん で途中からこう徐々に規約とか変えていって、うん、で、その、独裁にする言い訳とかも事前に用意してるんですよ。その、うんうん、乗っ取られてしまうから仕方なく私が独裁するんですよっていう、なんか、そういう理由付けとかもあらかじめ計画してたんですね。理由がうまいと思うんですよ。その神谷さんのその工作員がとか、ジ、うんえー島がなんとかとか、そのすごいストーリーをなんか作ってるなっていうのはすごい感じられるんですね。 うん、そういうのも含めてもう,うまいとこストーリー流れを事前に決めてたっていうのが僕の見解ですここら辺も一つこう伏線張ってたっていうとこなんですか、ね、そうですねそのひもし批判された時のために事前にあ事前にこういうスキャンダル来ますからねとか、うん、ああやって言ってたのも伏線ですよねまさにこの後に及んでも想定内っていうのが私の中では、うん、そうかさすがだなって思うんですけど、うん ということは、神谷さんは、独裁にしますと、もう嫌ならやめてくださいとか、はいはい、パワーワードを使っても、はい、まあどうせみんな俺に盲信し,してるし、うん、抜けることないだろうと、抜けたとしても大した人数じゃないだろうって思って言ったってことですよね。はい。で、僕ちょっと印象的だったのは、<も>あの赤尾さん、松田さんが公認外,外されたとき、あのうん、思ったより、 辞めててく人が少ななかっっったたたみたいなこととちょっとポロッと言ってたんですね公的なので何か言ってます公的で言ってました、ね。おなるほどで、そういうの聞くと、あ、もうそれも想定してたんだなっていう、うん、誰々を外させてで、これぐらい下がるけど、そこから持ち直すだろうみたいなところまで計算に入れてるっていう。うんまあ、でも客観的に考えて、その発言は神谷さん、正しいかなと私は思うんですよ。 赤尾さんと松田さんの件はうまく乗り切った気はするんですよね。はい、ああ、まあそうですね。でもやっぱり私は想定内じゃないんじゃないかなって思うのは、その武田さんから今日に至るまで。あ<ー>で、今、ヨシリンがどういう動きするんだろうって、ちょっと立花と合流しないかなみたいなところとかって、はい、私はちょっと気持ち穏やかじゃない神谷さんの気はするんだけど、 そこもどっしり構えてるんですかね、うん、あのレベルになると。そうですね。今の神谷さん見てると、すごい開き直ってるというか、うん、もう強気なまま変わんないなって感じですけど、内心では思ったより賢いなと思ったんじゃないですかやっぱ僕ら YouTuber も含めて、うん、あの、吉木も含めて、結構鋭いとかみんな言ってるんで、うん、そこの部分はちょっと予想外の部分もあったと思います。はい。 ちょっと私、ヨシリンはね、期待してるんですよね。やっぱ、うん、やっぱなんだかんだ、こう、立花、どこを持ってどこを制すじゃないけど、うん、絶対相手として嫌じゃないですか、あの人が動くと。ああ、そうですね、うん。今までは自分のことで精一杯で、うん、ちょっと参政党のことを動いてなかったじゃないですか。うん、はい。まあ、未だに状況は変わってないんだけど、まあ、ちょっと動きそうなの、うん、動画もちらほら出したりとか、 うんうん、それについてはタカさんは応援したいっていう感じなのか人によってはまあ参政党を離党して参政党にちょっと嫌な気持ちはあるけど、はいはい、だからといって黒川のあのやったことが許せるかというとそこはちょっと違うっていう人もいるんですよね。ああ黒川さんのやつとかちょっとやりすぎ。 ですけどね、あの、うん、本当に、まっとうに反論してほしいなとは思いますけど。いや、とっても面白かったです。じゃあ、YouTuber、うん、ーーとして今後、YouTuber ーーじゃないか。YouTuber <laughs> ーーどうしていきます高さんそうですね。あの、今ちょっと賛成党が多めにはなってるんですけど、まあ、今後の僕の方針としては、まあ、賛成党、まあ、何かあったらたまにあげると思うんですけど、 それに加えて今、もうちょっと英語の勉強してるんで<ー>あの、なんか外国人とかそういう交流しつつ、日本の良さを伝えるチャンネルなんですけど、そのうん、海外に触れることでさらにこう視野を広げるような動画を出したいなっていうのはちょっと思ってます。だからハーブ男子ジャパンなんですね。あ、これ途中でジャパンにしましたけど、ねはいで。いつぐらいですかイベントの時。あに サイエンス政党の後ですね。じゃあ、後というか、もう足を洗った後。そうですね。なるほど。じゃあ、このジャパンは、そういう愛国心的な、そういう参政党的なジャパンじゃなく、はい、一応、そういう海外に出て行きたい、そういうのも取り扱っていきたいという番組のコンセプトは変わったって意味のジャパンな感じですね。うん、そうですね。まあ僕、今まで参政党にいて、 ものすごく視野が狭くなってたんで、うん、あのこれから海外も含めて、ちょっと幅広い視点でやっていきたいなっていう思いがあります。うん、はい。あ、それだったら私すごく聞きたいです。あの、うん、フングローバルのところ、賛成党の。はい、うん。については、タカさんは結構刺さってたんですかそれとも今の聞くと、全然海外にこう出ていきたいと。はい。うん なんかオープンマインドな気がするんですけど。<の>保守というよりは。まあ、反グローバルって、もちろん日本が一番やっぱ利益になるような、国益にかなうことしてほしいですけど、うん、あんまりこう保守ってこうガチガチになってしまうと、これからの時代多分、どん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 経済力としては弱まっていくし、うん、まあちょっと、 考え方が古い部分もあると思いますね。その日本のいい文化とか、それ国益とかはもちろん維持はしてほしいんですけど、その一方でちょっと世界にちゃんと目を向けるっていう、両方が大事だと思ってまして。うん。なんか賛成党はそうですね。保守にちょっと強く偏りすぎちゃって、っ視野が狭くなっているなっていうのは感じます。なるほどですね。はい。ありがとうございます。そういえば、なんか青空玉手箱さんとコラボされてましたよね。はいはい あしましたね。はい、めっちゃ賢い方ですね、青空さん。ああ、ほん、そうですね。青空さんってこう、YouTube 見るだけだと、うん、ちょっとただのアンチみたいな映ると思うんですけど、うんうん、あの人、ものすごい賢いんですよ。あの、僕もちょっと共演してびっくりしたんですけど、うん、農業でもすごい液病なんか開発してるとか、うん、なんかすごい知的で面白い方です。はい、なるほど。 なんか他の YouTuber と交流したりコラボしたりされてます青空さんだけですか過去にいろいろコラボはしましたけどね。うん、あの、機会があればそういう WAP とかわかんないですけど、うん、機会があればやってみたいなと思ってます。うん、そういうのは、じゃああんまり交流はないんですね。賛成と YouTuber たちととか。 言っても走りだから、<う>賛成党 YouTuber の走りハーブ男子さんって有名だから。<laughs> あのちょっと、喧嘩売っちゃったりして、それでコラボしにくかったりとか。<laughs> あ<の>誰誰カピバラさんカピバラさんとサイ,サイさんにちょっと喧嘩売る動画を出したんで、ます、うん、ああいうことすると多分コラボ、向こうもしにくくなるし、うん、みたいなこともある。そういうんじゃないですかね。うん、全然。 今はじゃあ向こう側のっていう言い方がどうかわかんないですけど、向こう側のユーチューバーはカピバラさん、はい、サイさん、あと誰ですか何人か女性とかいたりはしますけど、顔出しなしの人だったら他にもいますけどね、ちょっと名前忘れたんですけど。なるほど結構少なくなりました、やっぱり。もともとは僕も OAP も賛成と擁護してたのが、えー、2二人とも全然反対じゃないですか。うん 学び場さんってどもなんか敵、敵さんしましたみたいにコメントがあったり、敵さんって、賛成党の敵って書いて、敵さんって、はい、えで、それから私、学び場さん見たんですけど、あん<ー>まあ詳しくなかったから、え、これのどこら辺がこう、賛成党批判してるのかなっていうか、もうこれも許せなかったら、はい、もうなんかよいしょ動画以外、この人たち許せないのって思っちゃったんですよね。 マナミファさん、ちょっとかわいそうですよね。普通に声上げただけなのに、アンチ扱いされてますなんでですかね。まあ、影響力が大きいからっていうのは一つでしょうけど、全然言うほど、まあ、我々みたいにというか、批判してないと思うんですよね。そうですね。まあでも、だそう、言って、そのの人たちなんですよ、やっぱり。こう、物事中立に見れない。 それ人たちが結局批判してるんですね、やっぱ。なんか悪いことを言えないんですね。うん、言えない雰囲気、ツイッターは特にそうですね。もうもうそもそも DIY というか、そういう自分たちで作っていこうっていうマインドじゃないじゃないですか、それって。うん、だってみんなで議論してて、はい、絶対意見合わない人もいるのに、はい、ちょっと意見合わなかったり。 ちょっとあったらそれ批判だ、アンチだってこうなるっていうのは、かなり問題ですよね。僕批判するならまだわかるんですけど、学、ま、岩さんってものすごい優しい口調で、うん、ちゃんとちゃんと論理的に言ってるんですけど、それでも批判してくるってことはもう相当言えない空気感になってるなっていうのが、ま、なみは、学岩さんの件で僕思ったんですね。うん、すごい、学、ま、岩さんも本音では、 賛成とこれやばいだろうって多分思ってるけどでもやっぱり賛成とはあるからこう優しく遠回しにでもちょっと目覚めてほしいなっていう思いでツイートしてると思うんですけどそれを多分全然気づいてないんですねその優しさに連合を組みましょうよ<っ>連合 <laughs> こっちに連合もしタカ、えー、さんはごめんなさい,い<や>こんな長くこのあと何時まで時間あるんですか 12時半までは長いですね。大丈夫ですよ。本当ですか。はい、じゃあ、この後、ちょっとだけ、最近私、ライブを覚えて、ライブ趣味なんですけど、はいはい、前半だけでも入りませんはい、はい、実はね、今ね、青空さんのこと言ったのは、青空玉手箱さんから、いつか学カフさんと話したいですって、こう、だ、はい、から、はい、今からいかがですかって送ったんですよ。送る、はい、かはわかんないけどね。あ でも、多分ね、ライブだったら、最近ちょっと、調子が良くて、結構入るんですよ。ええ。だから、もし良ければ、こう、みんなで交流しませんはい、いいです。やったことない。やったことないですけど。大丈夫です、大丈夫です。私も、まだ4回ぐらいしかやってないから、みたいなもんで、下手くそで良ければ、ぜひ。じゃあ、URL 変わるので、メールでまた送っていいですか私すぐ。 準備して立ち上げますから。わ、はい、かりました。はい。はい。じゃあ、一旦ここで、えー、<あ>締めます。いますはい。えー、本日のゲストは、えー、ハーブ男子タカさんでした。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。はい。ありがとうございます。ね、じゃあ、後ほど。ね、はい。